一中県寺の塔一中県寺の塔の背後に残る五一中学都隊資料展示室は沖縄県那覇市にある資料展示室。沖縄戦において日本軍は兵力の不足を補うため当時の中学校や高等女学校、実業学校の生徒らを大規模に動員して学徒隊を編成した。沖縄県立第一中学校でも3年生5年生までが 鉄血勤労隊に編入され、また二年生も通信隊要員として同じように日本軍の一員として加えられた。実際の動員状況は次のようになっている。部隊に配属された生徒らは、立証、炊事、負傷兵の看護や搬送、伝令、食料確保、陣地構築などに従事した。中には戦車への肉迫攻撃や切り込みに参加したものもあったという。 動員された254名のうち171名が犠牲になった。この他75名が上記以外の舞台に参加して犠牲になっている県立第一中学校、県立首里高校の卒業生で組織する洋州同窓会は創立125周年記念事業として同窓会施設である洋州会館を利用して一中学都体資料展示室を開設した。 展示室では一中学都体の動きを解説すると、共に関係者から寄せられた遺影や遺品、戦前の学校生活を物語るノートや教科書、衣服などを展示している。見学は無料。養州会館が建つ場所はもともと生徒たちの養州寮があった場所で、1950年4月30日に一中検事の塔を建てて戦没した一中生と教職員を追悼している。 また、東海後の斜面には、号がいくつか残っており、外からの見学ができる。これらの号は、戦時中に、生徒らによって掘られ、動員後の活動の拠点や武器弾薬の保管場所として、使っていた場所である。ありがとうございます。